古典的なマウバ車グルマは乳幼児を乗せて運ぶ手押し車である。ベビーカーやバギーとも言う。13世紀の手押し車の利用法箱型のグル車椅子型のグル車二輪タイプ三輪タイプのものを押しつつジョギングをする父親座面が布地の折りたたみ式ヨーロッパでは中世13世紀頃から子供を手押し車に乗せて運ぶことが行われていた。専用のものとしては 古くは、イギリスの著名な造園家、ウィリアム・ケントが七百三十三年、第三代デボン・シャーコーの求めに応じ制作したものが知られているが、これは犬や子馬に引かせる荷車のようなもので豪華な装飾が施されていた。八百三十年代には、アメリカの玩具制作者、ベンジャミン・ポッター・クランドールが販売していたことが知られており、その息子、ジェス・アーマークランドールは、 様々な改良を加えて、数多くの特許を取得している。日本最初の馬車は、1867年に、福沢諭吉がアメリカから持ち帰った馬車とされている。初期の馬車は、木製ないし、枝編みで、時として、芸術的なまでの装飾が施されており、王公にちなんだ名を付けられるような重量感ある、高価なものだった。 しかし1920年代になると一般家庭でも使われるようになり、軽量化も図られるようになった。1965年、航空技師ウェン・マクラーレンが娘がイギリスからアメリカへ旅行した際に、乳母車が重いことに不満を言ったため、アルミ製の折りたたみ式乳母車を開発した。これを製品化したマクラーレンは、現在世界的な人気ブランドとなっている。 現在普及している馬車には、大別して、箱型で寝かせるものと、椅子型で座らせるものと2種類があり、英語圏では異なる名前で呼び分けている。日本では、名前の区別はないが、SG マーク認定基準の A 型、B 型は、おおよそこれに対応している。もっとも、組み替えることで療養できる製品などもあり、絶対的な区別ではない。日本では近年、 ベビーカーと故障されるケースが増えている。また、日本の市場規模は、売上ベースで約130億円、台数ベースで約70万台との推定があるが、規模は年々縮小しており、2007年は2001年比で20%以上の減少となっているという。アップリカチルドレンズプロダクツとコンビによる河川市場であったが、2002年に発売された。 マクラーレン製品がヒットしたことを機に、他の外国製製品も輸入され始めた状況にある。近年、軽量で丈夫な材質で製造されており大人一人でも持ち運びができる上に、収納時に場所を取らず、折りたたみ可能な商品も多く出回っている。公共の乗り物では折りたたまずに乳児を乗せたままの乗車が可能で、国交省が ベビーカーの安全な使用方法や利用者のマナー向上を推進している。その結果、混雑時を避ける優先席付近に乗車する等の利用者が増え、マナー向上につながっている。また、2015年にはベビーカーの自動ブレーキが発明された。一般に、乳幼児関連施設や高齢者、障害児施設で乳幼児や障害児、高齢者などを 箱型の車に乗せて輸送する車である。多くの場合、箱型であり、重量を支えるため4輪、または6輪などであり、一般的な馬車とは構造が異なる。手押し車や一般的ベビーカーのような構造でなく、天体シであり、360度回転するなど、構造的には台車に禁似してくる。乳幼児などは4から6人以上の多人数を乗車させることができる。 また、通常のベビーカーと異なりサイズや構造上、電車やバスへの搭載、駅構内への立ち入りを考慮しておらず、車椅子、障害者用などのバリアフリー思考の寸法に適合しないものがある。一部には、一般的ベビーカーを大きくして乗車部分を箱状にしたものもあり、これは、工術、法令の関係上、大型のベビーカーとして必須的に歩行者扱いと、 なるよう対策したものである。この場合、構造や、郷土上、乗車人数はせいぜい入用時4から6人程度までとなる。いずれも、座席の場合、取立席の場合がある。前述の大型馬車、お散歩カーなどの箱型の車に似たものとして避難者がある。避難者は、日本では、前述の大型馬車、お散歩カー等であって、次の要件を備えたものとされている。 避難者も運用方法によっては、大型馬車、お散歩カーなどと兼用することができる。日本では道路交通法上、一般的な歩行補助者、ショッピングカードやベビーカーなどは、従来から歩行者扱いとなっているが、大型馬車、お散歩カーや避難者は、その本来の目的とは、無関係に、構造的に台車に該当する可能性があるため軽車両となり、 歩道を通行できず路側帯、または車道を通行するべき規定となっていた。さらに、大型のものは相当の重量があり、保育士1、2名で運搬することに困難が伴うため、電動化が期待されていたが、電動化すると原動機付き自転車などに該当する規定となっていた。そのため、登場とともに議論が起き、また、政府の規制緩和部会での検討がなされた。 道路交通法の一部を改正する法律改正施行により正式に大型馬車、お散歩カーや避難者などが歩行補助者等として歩行者扱いとして歩道を通行することとなった。従来から原動機付きのものも一定の基準を満たす電動のものは同じく歩行補助者等として歩行者扱いとなる。電動のものの要件については ご候補助者電動のものを参照のこと、ありがとうございます。